はいどうも、サンドの飯より舞浜大好き KD チャンネルの K です。今日も楽しくやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで本日の動画は購入品紹介なんですけど、こちら東京ディズニーランドのグリーティング施設ミニーのスタイルスタジオのミニーの衣装が春服に変わりました。今回はミニーのスタイルスタジオグッズ4つ追加販売分を購入品紹介するので、よかったら最後までご視聴ください。それでは買ったグッズの紹介をするんですけど、まず一番目は先ほどの動画の冒頭でも出ていた鮮やかなピンク色で春衣装らしいぬいぐるみ。はい、ということでミニーのスタイルスタジオの春のぬいぐるみ、ようやくグッズが販売しましたね。で、今回は春服なので、まあ、春らしいピンク色の鮮やかな感じになっています。これレースっていうの、あんまり僕女性の服詳しくないんだけど、二重になってんね。スカートドレスって言うのかな。こっちはあのパステルカラーというか、ちょっと色味が強い色になっててグラデーション効いていて、でここのスケスケの部分は花柄がプリントされてます。でここに1枚スカーフかな、スカーフと花があって、でここにも白色のがあり、全然女性の服わかんないんだけど、すごい。でもぬいぐるみ5100円なんですけど、クオリティが高く感じます。リボンも大きめでインパクト、ワンポイント、インパクトとワンポイントって全然違うけど、ワンポイントになってます。で頭の上の部分にもお花柄の、これなんていうんだろうね、春らしい飾りがついています。まだ僕ランドに結構ほんと長らく行ってないので、まだミニーちゃんのこの春衣装に待ってないんだよね。お、めっちゃ可愛いね春服。このリボンがすごいワンポイントで印象的で、お値段が5100円で、でまだ僕このランドのミニーちゃんの春服の衣装に合ってないんだけど、なんかツイッターとか、なんかそのお友達の写真とか動画とか、写真や動画とかでミニーちゃんの春服の衣装を見てるんだけど、なんかその実写の方、その実際に会えるミニーちゃんの春服の衣装はもっと濃かったりするんだよね。ぬいぐるみに関してはちょっと色が薄めで落ち着いているように感じます。そしてここがまた可愛いね、春らしい花がこう開花してるというか開いてる感じがしていて、ミニーちゃんの春服からとても春の訪れを感じます。それでは2点目に買ったグッズ紹介していきます。2点目はぬいぐるみだけじゃなくて、ぬいぐるみより少しサイズが小さいぬいぐるみバッジ。ぬいぐるみとサイズ比較しても2倍ぐらい高さがあるね。なので大きいのは、大きいサイズはやっぱりぬいぐるみだけど、よく見ると本当にでもぬいぐるみバッジもプリントしてる部分もほとんど一緒なんだよね。ここのレースっていうの、腕の袖の、袖じゃないよね、肩の部分とかで。気づいたのが、ちょっともういやらしいけど、パンツめくった後のぬいぐるみはさ、ここのなんて言うんだろう、白い跡、ぬいぐるみバッジの方が細かくなっていて、ぬいぐるみはついてないんだよね。なので小さいサイズのぬいぐるみバッジの方がちょっとクオリティは高く感じます。ただやっぱりサイズが大きいのでインパクトがあるのはぬいぐるみかな。持ち運びしやすいサイズでディテールがかなり凝っているのはぬいぐるみバッジ、大きさがあってインパクトがあるのがぬいぐるみって感じかな。お部屋に飾るもよし、パークに持って行ってもよし、ぬいぐるみもぬいぐるみバッジもとっても可愛くておすすめです。そして3点目に買ったのは、季節ごとに集めたくなるピンバッジ。まさかのミニーのスタイルスタジオの季節限定のピンバッジが販売していました。ここの下のところにスプリングとか春服の衣装のピンバッジになっているから、おそらく季節ごとにグッズ化していくんじゃないのかなって感じがします。そして最後に買ったグッズは、これも追加販売分でミニーマウスルーム作りたい方におすすめ、ミニーのスタイルスタジオのクリーナー。ミニーのスタイルスタジオ行った方ならわかると思うんだけど、Q ラインにこの持ち手の部分のマネキンって言えばいいのかな、 Q ラインにデイジー、クラリス、ミニーのスタンドがあって、そのスタンドがグッズ化しました。実際に今開封してみたら箱が大きくて、実際の商品はかなりサイズが小さいです。ほんと腕でこんな感じで握れるくらい。そしてクリーナーの部分も思ったより小さい。前にドナルドのクリーナーを東京ディズニーリゾートで買ったんだけど、ほんとサイズが普段売ってるクリーナーと比べたらサイズがかなり小さめのクリーナーになってます。やっぱり結構小さいね、サイズ。ほんとにわかるかな
大きいサイズのクリーナーが欲しい方はミニーのスタイルスタジオよりも今売ってる東京ディズニーリゾートのクリーナーの方がいいかな。どんな場所でもこうやってコンパクトに置けるのはいいかも。車の中にセットするのもいいんじゃない？ここまで大きくないし。ミニーのスタイルスタジオのクリーナーの方はいろんな場所で使えそう。はい、ということで以上ミニーのスタイルスタジオの追加グッズの購入品紹介でした。はぁ、どれもミニーちゃんのグッズかわいい。ぬいぐるみもぬいぐるみバッジもかわいいし、今回アプリでね、グッズ購入してたから、お顔とか実際に選んでないんだけど、どっちのお顔も個人的には可愛かったし、早くね、春服の衣装に合ってないので、春服の衣装とこう、ぬいぐるみと一緒にも撮りたい気持ちもあるし、でも、なんかパークに持っていくのってぬいぐるみちょっとね、大きいサイズだから、持ち運びに不便なこと考えるとやっぱりぬいぐるみバッジもいいよね。だからぬいぐるみはぬいぐるみ、ぬいぐるみバッジはぬいぐるみバッジの良さもあるし、クリーナーも持ち運びに便利な小さめのサイズだったので、個人的には今回買った4品、どれも大満足です。今回紹介したグッズは2月と3月の追加販売分のグッズなので、これから東京ディズニーランドに行くときに、もしミニーのスタイルスタジオのグッズがあったら、よかったら購入検討してみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方はグッドボタン。よかったらチャンネル登録のボタンお願いします。Twitter、Instagram、TikTok 動画の概要欄貼ってあるのよかったらフォローお待ちしております。それでは、バイバーイ。